今日はオフです。体のメンテナンスとトレーニングしに関西の方に来ました。ちょっと早起きでしたけど、次の試合に向けてまたいい準備したいと思います。大丈夫です。はい。どうも。はい、奈良クラブと松本山雅の試合を見てきました。2対0で松本山雅が勝ったんですけど、奈良クラブの J リーグ、J3 初の試合というか、まあ開幕戦でホームですごい盛り上がってて、松本のサポーターもめちゃくちゃ来てたんで、すっごい雰囲気良くて楽しかったですね、見てて。お互いの狙いが分かって、面白かったです。対戦するときに、今日見たのを活かせるように頑張ります。